皆さん、こんにちは。いや、大寒ですね、そちらの会社、はい、もう大寒ということでね、はい、もう、まあ、こちらはご覧のようにね、本当いいお天気が続いてるんですけどね、はい、北日本とか日本海側では結構今年は大雪と。この週末も危ないんですよね、うん、こちらもちょっとね、危ないんですね、だから雪が降りそうで、はいはい、今のところ毎朝こうカーテンを開けるたびにこの静けさは雪かしらと思いつつ開けておりますが、結構雪の朝って静かですから ね、はい、ね、でも皆さん風邪ひかないようにね、はい、気をつけいただきたいと思います。私たちもね、気をつけました。ここ2週間ほどですかね、はい、立春までの一番寒い時期ですから、まあ、はい、これを乗り越えてしまえばね、日差しもどんどん春らしくなってきてね、はい、寒さの中にも春を感じられると思いますので、はい、ここ2週間頑張りましょう。睡眠とって、美味しいもの食べて乗り切りましょうですね、はいはい、ということで今週のご紹介は何ですか。はい、大人気の北欧の生地と、はい、こちらも大人気ですね、はい、マリメッコのバッグと、はい、日本で未発売のものもございますのでね、ちょっと楽しみに、はいはい、してください、はい。じゃあ、それじゃあ早速ね、はいはい、ご紹介させていただきたいと思います、はいはい、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、こちらはですね、ベースはモスグリーンでしょうか、はい、でベージュ系の可愛い白とベージュ系の可愛いお花が連続する、はい、デザインがですね、マリアッタ・メッツォバーラというフィンランドが有名なデザイナーさんなんですが、はい、テキスタイルとしてはタンペラ、はい、タンペラなんかによくデザイン提供してた、デザイナーさんなんですけど、こういう可愛い花がね、得意で、うん、メーカーは書いてございませんけど、一応彼女の作品の記事と、はい、はい、いいですね、これね、いいですね、可愛いです、はい、うん、テーブルの上にも素敵ですね、はい、はい、ご存知、ルミマリアですね、はい、はい、廃盤カラー、いくつかね、カラーのバリエーションございますけれども、こちら廃盤の白に薄いピンク、茶色、うん、茶色系のですかね、はい、のお花ということで、こちらマリメッコのタグがついておりまして、既製品と、そうです、ね、完成品として売られてたもので、はい、大きさ的にはテーブルセンターでしょう。そうです ね、 ね、はい、ちょっといいですね、この生地ぴったりで す、 いいです、はいはいはい、こちらはマリメッコマイアイソラの作品で、はい、ツンリと木ですね、はい、白地に黒で、木の枝が描かれた、うん、これで壁に飾ってもいいですね。そうなんです、うん、でこれこういう方向でもいいですし、意外とねこういう方向でもなんかいけるように、いけちゃいますね、両方、はい、これシンプルですね。シンプルです、未使用でございます、はい、テーブルのランナーとしてもね、あ、いいですね、意外と落ち着いてて、こう白黒ですからシックでね、うん、はい、いいですね、はい、こちらはフィンランドで買いました、古い布ですね、はい、ちょうど耳がこちら左右にございます、この幅の生地で作られた、うん、もお部屋の仕切りかなんかね、カーテンみたいにして使ってたみたいです。非常に味わいのある古布ですね、うん、かわいいですよね、うん、お花と、うん、あとリンゴのシルエット、はい、キッチンにいいですね、いいですね、はい、で上上下も縫製されておりますので、そのままねちょっと使えますね、うん、お部屋にする使ってもよろしいかなと、はい、こんな感じですね、横にするとセンターもいいですね、うん、いいですね、いいですね、小さいテーブルしたらテーブルクロスにも、うん、使えますね、はい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 、こちらはマリメッコのピエニーニコ、ピンユニコずっと連続してここ、ね、紹介しておりますけれども、ピンク、レッドに続いて今回イエロー、イエロー入荷しました。2002年のパターンでございます、はい、未使用ですね、はい、未使用のシンプル、はい、元気もらえます ね、 ね、やっぱユニコいいですね、やっぱ大人気ですもんね、はい、はい、
はい、こちらは石本富士夫さんの、ピックレンピと、はい、1978年のヴィンテージですね、はい、そうですね、はい、白地に、イエロー系でお花畑のような、ね、感じになってます、うん、ただこれは薄いちょっとやや薄めですよ、ね、はい、薄めの生地ですね。でお部屋の敷居として使ってたみたいなんですが、全体的に体色がございます。あとこの辺ちょっと破れもございますんで、この辺そうですね、はい、うん、用途が限られますけれども、まあ、短くカットしてまた何かにね、うん、あの再利用していただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、こんな感じですね。でもなんか気軽なく使えますね。そうですね、もちろんお値段を安くして販売させていただきます。はい、こちらは、ご存知、アナナスと、でアナナスのいろんなのをカラーバリエーションを紹介してまいりましたけど、今回は、ライトグリーンだけじゃないんですね。実はですね、ここにはマリメッコとは書いてないです。マイアイソラとは書いてあるんですが、読みますね、マリカンガス、マリテキスタイル、スオミフィンランドと書いてございまして、はい、マリメッコ社になる以前の会社のプリントと、ということで、ですからまあコレクターさんにとっては結構希少な一枚でございます。で長さも今回2メーター超えですか、はい、ございますので、お部屋にダイナミックにね、そうですね、でカーテン使ってたんですかね。ここはカーテン仕様になってますので、向こうっていうのはここでこう吊るすんですね、こういうのね、うん、で使ってたみたいですから、まあそんな用途もよろしいんではないかなと。ただ古い時代のものになりますんで、この辺にちょっとシミとかね、体色がございますし、全体的にもちょっと擦れ感がございますが、はい、この味わいがいいですね。そうですね、まあ何しろもう60年以上前、これもすごい華やかになっていいですね。いいですね、こんな感じでございます。でこれからちょっと歯切れをね、はい、今回もちょっと歯切れをご用意させていただきました、こちら小さい解剖の、未使用と、はい、歯切れでございます。この精査がいいですね。いいですね、ちょっとしっかりとした生地ですね。そうですね、しっかりとした厚手の生地です。はい、はいはい、こちらフィンランドのコフ、はい、第2期ですね、こちらね、そうですね、はい、こちら白地に青、こちらは赤地に白、ちょっと落ち着いた赤ですね。そうですね、この製作にいいですね。いいですね、はい、この辺だけね、ちょっと使ってこうしたおやつマットおすすめでございます。はい、はい、こちら西本さんの作品ですね。いいですね、これもいいですね、この辺だけちょっとね、お花だけね、うんうん、あります。なんか水辺に咲いてるなんか植物をイメージした、ね、はい、はい、でこちらは、はい、小さいキュベットですね、はい、ディエネットキュベットでございます。この色は落ち着いていいですね。いいですね、グレーに、ブラウン系でしょうかね、はい、これもいいです。はい、はい、こちらピンクのミニユニコ、はい、これもいいですね。いいですね、はい、石本さんですね。そうですね、はい、こちらも小物製作にいいですね、はい、はい、でピッコロが続きます。はい、あのいつもピッコロの生地をこう販売するときにコメントを入れさせていただいてるんですが、あの70年代生地として販売されて以降は生地としての販売がないんですね、うん、しかうちとしてはその古着を解体して、はい、その部分的にこう販売させていただいてるんですが、今回ですね、その70年代に出た生地のその端切れが出てまいりまして、はい、向こうで入手いたしました。はい、そしてなんかこうどうも、まあ、プロダクトなんかに使う、なんか番号が書いてあったりとかね、なんかいろいろと妄想が広がってしまうんですけれども、ひょっとすると、デザイナーさんがなんか放出した
これ何かを作ろうとしたのかなっていう、そうですね、いう妄想をしてしまいますね。はい、現にあのぬかっぽいかなんかもね、はい、その試作段階のものは結構マーケット流れてきたりして、意外とデザインの底の中こう、まあ、結構自由っていうか、あんまこう秘密にしないっていうかね、そうですね、そういうところがフィンランドにございましてね、はい、意外とそういう記事かもしれないなと思います。こちらもそうですね。こちらもそうです。こちらは濃い山吹色に紫、ここは生地の耳になってますから、70年代の、はい、ちょっと薄手なんですよね。そうですね、濃い感じですね、濃い感じですね、はい。こちらフィンランドのコブですね、白地にオレンジ色の、斜めの格子が出てきます、可愛いですね。小物製作いいですね、はいはい。でこちらはムーミンの歯切れセットになります、はい、2枚になります。こちらと緑とピンクのそれぞれ柄の違うものがセットになります。これも小物製作いいですよね、はいはいはい。続きまして、はい、今回ですね、あの歯切れセットをちょっとご用意させていただきまして、はい、まあ、こんな感じでこういうね、あの、はい、出てまいりました。違いますね。はい、はい、歯切れ、まあ、こんな感じですね。結構こう廃盤生地とかヴィンテージの歯切れですね、こんな感じで。で、今店長がかぶってたこういう枠の中にあの収まるような感じのサイズでちょっと何枚かねご用意させていただきまして、さあ撮影家さん、どういうあれをするんでしょうか。こうかな、センスが問われます。うーん、難しい。で、こうやるのも楽しいですよね。違うか、足りないと思います。きっとこうかなーなんて、ね、これ縦に行かせて、ね、はい、こうか、そうですね、はい、で、ちょっと上から見てみましょうか。で、こんな枠をちょっとはめると、縦が18センチ、はい、で横が23センチ、はい、でうち の, あのおやつマットがねちょうど作れるような歯切れのセットにさせていただきました、はい、こんな感じです。かわいいですね、はい、まあ、もちろんねこういうふうな使い方じゃなくてもね、うん、いいんですけどね、はい、はい、ということで、まあ、こういう歯切れをね、はい、ご用意させてきましたので、ぜひ、そうですね、はい、はい、ミシン目があったりとか、あのいろいろとしますけれども、折り目とかも ねございますけど、はい、ただ汚れは一応避けてカットしてございますので、はい、まあ、普段手に入らないそのヴィンテージをセットにしていました、はい、ぜひ、ね、楽しみにしてください、はいはいはい、これはこうではありません、はいはい、ということで次は、はい、お楽しみの、マリメッコのバッグと、はいはいはい、じゃあ引き続いてちょっとね、はい、楽しみにしていはい、はい、します。